ロシア兵がウロジャイネから配送そこにクラスター弾が襲いかかるウクライナ東部ドネツク州南部の集落ウロジャイネを防衛するロシア軍守備隊の敗北はほぼ必須だった南北に並行して走る3本の道路沿いに数百の建物が並ぶこの集落に対し6月上旬以来ウクライナ海兵隊の全4個旅団を含む強力な師団規模のウクライナ軍は 波状的な強襲をかけながら前進し側面から攻撃を加えてきたからだウロジャイネからずっと南下していくと国会に面しロシア軍の占領下にある港湾都市マリウポリに出るウロジャイネはこのライン上に辻上に連なるロシア軍の重要な拠点の一つだウクライナ軍はウロジャイネの東側と西側から前進し第37自動車化狙撃路段を含むロシア軍守備隊を じじりりと追い詰めてきたそしてロシア軍守備隊に残されたウロジャイネからの退路はとうとう一本だけになった南側に隣接するサビトネ・バジャンニャスタロムリニューカ両集落に抜ける T0518 という道路だウロジャイネの奪還は時間の問題だったと独立した調査組織コンフリクト・インテリジェンス・チーム CIT は書いている。 消耗したロシア軍守備隊は12日か13日、全面撤退もしくは部分撤退を余儀なくされることになった。ロシア兵らは T-0518 道路とそれに隣接する草地を昼夜堂々等で退却した。ウクライナ軍のドローンはその様子を上空から監視していた。そして砲兵部隊が照準を合わせた。辺りは血の海になった。 ウクライナ国防省が13日に公開した日本のドローン映像には、ロシア兵数十人が道路を走る様子が映っている。1本の動画では、榴弾が炸裂し、兵士らが地面に吹き飛ばされる。2本目の動画では、対人・対装甲用クラスター弾、DPICM ・二重用途改良型通常弾が打ち込まれ、退却するロシア兵の上に、しだがばらまかれる。 ロシア軍は2022年2月にウクライナに全面侵攻した当初からクラスター弾を使用してきた。ウクライナ軍は2022年末にトルコ製クラスター弾を入手し、先頃北大西洋条約機構、NATO 式の155ミ、mm、リ榴弾砲用にアメリカ製 M483A1 型 DPICM も手に入れた。重量約 47kg の M483A1 は、 空中で破裂して、しだが放出される。しだが撒かれる範囲は破裂時の高度で変わってくるが、フットボール上より広くなることもある。米陸軍の野戦共犯、フィールドマニュアルによれば、各しだは2.5インチ、約6.3センチメートル超の均質圧縁倉庫を貫通し、あるいは人員を無力化できる。ロシア側では早くも配送の責任者探しに。 つまりアメリカ製 DPICM は装甲車両にとっても危険なものであり、無防備な歩兵にとっては致死的なものになる。ウロジャイネやそこからの脱出路で何人のロシア兵が死亡したかは不明だ。数十人かもしれないし、数百人に上るかもしれない。いずれにせよ、ウロジャイネに現在生存しているロシア兵がいるとすれば、それはウクライナ側の捕虜になったものだけである可能性が高い。 これには異論もある。ウクライナ側、ロシア側、どちらのウォッチャーの中にも、ウクライナ軍がウロジャイネを解放したと見る向きがある一方、アメリカ首都ワシントンにあるシンクタンク、戦争研究所 ISW は13日の戦況分析で、こう注意を促している ISW はロシア軍がウロジャイネから完全に撤退したという確証を得ていない。 ロシア軍は現在、少なくともこの集落の南部に陣地を保持している可能性が高いとはいえ、ウロジャイネ南部の陣地になお少数のロシア兵が残っていようがいまいが、この集落をめぐる戦いが近々どういう結果になるかについては争いの余地がない。ロシア側ではすでに責任の所在探しが始まっている。ロシアの情報スペースではウロジャイネでのウクライナの前進を機に、この区域でのロシア側の指揮の低さや、 式場の課題が強調されてていいるると ISW は指摘しているロシアのある軍事ブロガーは歩兵を支援する戦車を送らなかったとして第37自動車化狙撃旅団をやり玉に上げ旅団の部隊は酔っ払っていたとも主張している別の軍事ブロガーはウクライナ南部に展開しているロシア軍の旅団や連隊の多くを統括する第58諸兵化連合軍の司令官を解任したのはロシア政府の失策だったと難じている。 ウロジャイネやその周辺で死亡したロシア兵にとっては誰に責任があろうがもはや関係ない。第58諸兵家連合軍や第31自動車化狙撃旅団、ロシア政府には程なくして防御陣地を保持できると証明する新たな機会が与えられるだろう。ウクライナ軍がウロジャイネを解放すればまだ解放していないとしての話だが次に狙うのは必然的にサビトネ・バジャンニャとスタロムリニューカになる。 マリウポリへの途上にあるロシア軍の次の次拠点だ。ウロジャイネのロシア兵が敗走したことが大々的に取り扱われるのはこの戦線のロシア軍防衛戦に穴が開いたということで今後この戦線でロシア軍がウクライナ軍を仕留められなければマリウポリまで走られる可能性もオリフ方面の裏に回られることも想定されるわけで戦争でいえば関ヶ原のようなものロシア兵は負け始めれば弱いからね。 キーウ攻防戦の時も、ハリキュー攻防戦の時も、ヘルソン市奪還戦の時も、近郊状態からその近郊が破られた途端に、ロシア軍は一挙に押し返された。今回もその流れが見えてきたね。頑張れ、ウクライナ、応援しているよ。ウクライナ、ドネツク州で集落奪還と発表。キーウ、16日、ロイター。ウクライナのマレル国防次官は16日。 東部ドネツク州の集落ウロジャイネをロシア軍から奪還したと発表したメッセージアプリテレグラムへの投稿でウロジャイネは解放されたとしウクライナ軍はウロジャイネ近郊に展開していると明らかにしたロイターはこの情報を独自に確認できていないウロジャイネはウクライナが6月初め以降ロシア側から奪還している集落が集まっている地域にある ただ反転攻勢は容易ではないようで集落奪還の発表は6月27日以来となるウロジャイネはアゾフ海から約90キロメートルの場所にあるウクライナ軍はアゾフ海に向け南進しロシア軍部隊の二分を狙っているとみられるロシア側のコメントは今のところないがロシアの軍事ブロガーはウロジャイネ周辺で激しい戦闘が起きたとしている ロシアミリブロガーらは数日前からここの状況を嘆いていましたねウクライナ軍の犯行も当初の期待通りには進んでいませんが周りが侵食されてもウロジャイネはロシア占領地の突出部のような形で残り犯行開始時からいる部隊が古軍奮闘激しい抵抗を続けていましたロシア側ではすでに責任の所在探しが始まっているとも伝わります 戦局が一変するような奪還ではありませんが、前線している同胞に十分な援軍を送らなかったことに、ロシア軍オタは怒り心頭のようです。ロシア軍は先月来、北部クペアンスクからドネツク方面に兵力を集め攻勢をかけていますが、これはウクライナ軍をザポリージャ州から引き離したい陽動戦ですが、ウロジャイネからの撤退が示すよう逆に本丸であるザポリージャ州の守りがおろそかにされた感がします。 さらにウクライナ軍はヘルソン州にも共闘法を築き始めていますので、ロシア軍は南からの北進を抑え込むための兵力もこちら側に逆ざるを得なくなるでしょう。ウクライナ、新たに集落奪還、アゾフ海方面へ前進。ロシア軍への反抗を進めるウクライナのマレル国防時間は16日、交流サイト SNS で東部ドネツク州西部の集落ウロジャイノエを ロシア軍から奪還ししたたと発表したウクライナ軍はこれに先立つ7月下旬、ウロジャイノ園に隣接する集落、スタロマイオルスコへの奪還も発表。両集落はウクライナ軍が奪還を目指すアゾフ海沿岸地域の都市、ベルジャンスクやマリウポリへの進出ルート上に位置しており、ウクライナ軍が一定の前進に成功した形だ。ウクライナ東部前線のウロジャイネ奪還と発表。 ウクライナのハンナ・マレル国防次官は16日、ロシア軍に対し、反転攻勢を強める自国軍が東部ドネツク州の前線に位置する集落、ウロジャイネを奪還したと発表したマレル氏はソーシャルメディアへの投稿でウロジャイネは解放された我が軍の部隊は近郊に展開しており、攻撃は続いていると明らかにした。 ウクライナ軍は6月、反転攻勢に乗り出したものの、要塞化されたロシア軍の陣地突破を目指す中で苦戦を強いられていると認めている15日にはロシアのセルゲイ・ショイグ国防相がウクライナの軍事資源について、西側諸国から支援を受けているにもかかわらず、ほぼ枯渇しているとの見方を示したロシア側はウクライナ軍の攻撃能力を軽視する態度を貫いてきているが、 ウロジナに関するウクライナ側の主張については、これまでのところ反応を示していない。